浜田聡さん。NHK から国民を守る党、浜田聡でございます。30分の質問時間いただいております。皆さん、松本大臣はじめ総務省の皆様、そして工藤副大臣、そして本田政務官、そして NHK の稲葉会長、皆様よろしくお願いいたします。日本の公共放送である NHK も、その受信料を払っている国民の方々の総意として、拉致問題解決への意欲はあってほしいものと私考えております。そこで NHK 会長にお伺いします。 NHK による拉致問題解決への姿勢を教えていただきたいと思います。日本放送協会、稲葉会長。お答えいたします。別の機会に申し上げたことでもございますが、私は日銀に30年おります。その間、日銀の先輩である横田茂さんの娘さんのめぐみさんが拉致されたということを知りまして、次来、私はその拉致被害者の早期救出、早期帰国を切に願うと、そういう態度で、来ております。でその思いは今NHK 会長になりましたけれども、全く変わりません。でその NHK でございますけれども、北朝鮮による拉致問題の取材に継続的に取り組んでおりまして、拉致被害者の方々、家族の方々の現状、あるいは活動の状況、さらにはその日本政府の対応、あるいはアメリカなどの関係国の動向、拉致事件の実態などについて、テレビ、あるいはラジオ、インターネットで、多角的にお伝えしているところでございます。先月も25日、拉致被害者の家族会が北朝鮮への独自制裁解除に初めて言及した新しい活動方針をまとめた、そういうことも詳しくお伝えしましたし、今月4日にも家族会と岸田総理大臣との面会について詳しく報道いたしました。引き続き拉致被害者のご家族の思いや解決に向けた政府の動きなどを丁寧に伝えてまいりたいと思っております。浜田聡さん。はい、稲葉会長の思いを受け止めて、私もですね、稲葉会長に期待していきたいと思います。さて、拉致問題の解決に向けて具体的な案として、朝鮮総連の破産申し立てを挙げさせていただきたいと思います。北朝鮮と密接な関係がある、朝鮮総連ですが、ここが拉致問題の解決の鍵を握っているのは間違いないと思います。かつて朝鮮総連の元にあった長銀信用組合が破綻しました。日本国民はこの長銀破綻で公的資金1兆3000億円を超える額を負担させられており、そして整理回収機構 RCC はこの債権を回収できていないと認識をしております。先方に返す気がないのであれば、当然この朝鮮総連、政府が破産させるというのは当然の選択であると考えますが、現在政府はその選択をしておりません。そこでお聞きします。朝鮮総連への破産申し立てをすることは可能か否か教えていただければと思います。法務省大臣官房松井審議官。お答え申し上げます。ご質問は、朝鮮総連がいわゆる権利能力なき社団に当たるということを前提とされたものと理解をしております。お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、破産法18条1項によれば、債権者は破産手続き開始の申し立てをすることができるとされており、このことは債務者が同法13条において準用する民事訴訟法29条の要件を満たす法人でない社団である場合も同様であるということでございます。浜田聡さん。はい、今の答弁からはですね、政府は破産申し立てをできるということであると、間違いないと思います。この北朝鮮による拉致問題、時間がありません。この解決が最重要課題であるというのであればですね、早急に判断すべきということを申し上げて次の質問に移ります。次に NHK の予算案が NHK 受信料に関してお伺いします。
NHK の受信料は1964年の郵政省の有識者会議の答申で定義された特殊な負担金であり、視聴の対価ではなく、テレビ等の受信機を設置した人で NHK という組織を維持運営するために必要な額を公平に負担するものと、されていると認識しております。受信料額の設定については3から5年程度の期間で事業運営の総経費に対し繰越金の使用を含め、他収入全体が釣り合うように設定する総括原価方式が取られており、毎年国会で承認されていると承知をしております。しかしながらこの総括原価方式ですと、費用に関する情報が事業者に偏在する、経営効率化へのインセンティブが働きにくい、過剰な設備投資が行われる可能性などのデメリットがあると思います。つまり、総括原価方式では NHK が無駄に使った経費が、受信料額として上乗せされるリスクがあるだけでなく、 NHK が全ての契約者から真面目に受信料を徴収しなくても、受信料額を上乗せすれば経営が成り立つということでございます。 NHK の受信料の支払いは予算の時点ではですね、78% と、なっておりますが、これは徴収する前から NHK がこれから徴収する受信料は 78% 取れればいい、 100% 徴収しなくてもいいと主張しているものと同じ意味であり、非常に問題があると考えます。今回この点に関して NHK と総務大臣に伺っていきたいと思います。質問の前にですね、我々の立場としては、受信料を支払っている世帯だけが NHK の放送を見ることができる、いわゆるスクランブル放送、この実現を強く推奨していることは申し上げておきたいと思います。まず NHK に伺いますね。受信料支払い率を仮に 100% とした場合、 NHK の総収入はいくらになるでしょうか。また受信料支払い率を仮に 100% とした場合、総予算額が5810億円とすると、1世帯あたり受信料額いくら減額できるでしょうか。お願いします。日本放送協会、小池専務理事。今ご質問、仮定のご質問にはお答えすることはできませんけれども、一般論として申し上げますと、支払い率が2割上がりますと、収入も2割程度増えると考えております。浜田聡さん。ちょっと後半の質問答えていただいていないように思いますが、ちょっと時間がないのでもう先いきます。で、現状においては真面目に払っている方々が損をする状況であることは、私の方から強く申し上げたいと思います。で、次にですね、総務大臣に伺います。 NHK が受信料の支払い率 78% で予算を出していることについて、ご見解を伺いたいと思います。松本総務大臣。はい。受信料の支払い率を向上させ、公平な負担を徹底することは重要な課題で、あります。令和6年度の NHK 収支予算等に付した総務大臣意見におきまして、受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取り組みを進めることを求めているところでございます。 NHK の収支予算では 78% という支払い率が示されておりますが、これはあくまでこれまでの実績等を踏まえた見込みであると理解をしております。支払い率を向上させていくため、 NHK におかれましては受信契約の締結や受信料の支払いについて国民視聴者のご理解が得られるよう丁寧な説明に努めつつ、未契約者および未払い者対策として民事手続きや割増金制度の適切な活用も含め、より一層の取り組みを進めていただきたいと考えているところでございます。浜田聡さん。ありがとうございます。我々はですね、NHK 受信料の不払いを進めている立場ではありますが、一方で NHK が公共放送にふさわしい活動を続けることで、国民の NHK への理解が深まって受信料の支払い率が高まることも望ましいとは考えております。質問を一つ飛ばしまして、次稲葉会長への伺いになります。稲葉会長、昨年より NHK 会長に就任して1年が経過しました。で、NHK の会長は経営委員会で選出されるわけですが、稲葉会長において6代連続で、NHK 外部の経済界から選出をされていると認識しております。さまざまな意見があると思いますが、私は NHK の会長が外部の経済界から選出されることは悪くないと考えております。前会長の前田氏は、我々 NHK から国民を守る党が最も問題視していた悪質な NHK 委託業者の訪問員を廃止させており、この点は称賛に値すると思います。こういう大きな改革はやはり外部登用だからこそではないかと思います。
稲葉会長にも同様の大きな改革を、期待して、質問をします。その期待を込めてですね、 NHK 受信料問題解決について、まあ、これまでも申し上げておりますように3つの提案申し上げます。1つ目はですね、NHK のスクランブル放送の導入でございます。これはですね、まあ、これが最もシンプルかつ効果的です。で、2つ目はですね、受信機チューナー付きテレビを購入する際に NHK との受信契約を義務付けるというものでございます。3つ目はですね、受信料支払い義務があるにもかかわらず不払いをしている者全員に裁判をすることでございます。これらの方法を導入することを提案するわけでございますが、これら提案に関する会長の見解を伺いたいと思います。日本放送協会稲葉会長、お答え申し上げます。まずスクランブル放送の導入でございますけれども、これは放送法第15条に規定されているところの、あまねく日本全国において受信できるよう放送を行う、という NHK の役割とは相容れないというふうに考えてございます。で、次に、テレビなどを購入する際に受信契約を義務付けるというご提案でございますけれども、 NHK はあくまで放送法第64条に定められている通り、受信設備を設置した方に対して受信契約をお願いするということでございます。そして、民事手続きに関連したお問い合わせでございますが、受信契約があって支払いが滞っている方、あるいは契約を結んでいただけない方に対しましては、文書あるいは電話訪問などによりまして、受信料制度の意義あるいは公共放送の役割を丁寧にご説明した上で、それでもなおご支払いいただけない場合の最後の手段として、準備が整った方から順次、民事手続きに、を実施してございます。で、NHK としては不払いの方全員に対して一律に民事手続きを実施するという考えはございません。浜田聡さん。はい、まあ、稲葉会長の本心は我々には知ることができないわけですが、まあ、会長としてさまざまなしがらみから必ずしも言いたいことが言えない事情もあるかと思います。かつて日本銀行そして、まあ、理工などでご活躍されたですね、経験を生かして今後の NHK 改革に期待申し上げてありがとうございました。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお客にさ、多分何が女性の方もっと一発受信を、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をでっかー